こんにちは。はい、ということで始まりました、カリパン生ライブです。こんばんは。始まりましたということで始まりました、カリパン生ライブです。はい、記念すべきこれで100回目を迎えることになりました。パチパチパチ、素晴らしい、長いね、歴史を感じます。100回です。100回の配信よ、なかなかないんですから。記念すべき配信を今ここアンヘレスでね迎えられて、めちゃめちゃ良かったかなと思います。今日はカリピーいますか？あ、今日はね、カリピーは多分いないけど見てるっていう感じになるかな。100回おめでとうございます。ありがとうございます。はい、マサヒコ、中川さん、こんばんは。ピノコさん、フィリピンですか？フィリピンです。今フィリピンのマニラです。なぜ、ここがフィリピンかどうかはこれを見れば一瞬でお分かりになります。こちら、ここはどこでしょう？はい、みんな大好きジョリビーです。畑野さん、こんばんは。ピノコさん、ジョリビーです。シーズン100回目おめでとうございます。ありがとうございます。初回から見てる俺は本当にそういう人いてくれるよね。本当にあがたきです。本当に100回長いよね。長い歴史感じます。こんばんは、ベゾさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ピノコさん、ちなんだ、ジョリビーか、ジョリビーです。ゴイさん、編集放置見てました。詳しくはインスタに DM 送りました。ありがとうございます。後で見ておきます。ありがとうございます。皆さん、今回ね、記念すべき100回目の配信なので、ぜひ、高評価お願いします。そしてね、拡散もお願いします。100回おめでとう。ところで治安はどうですか？治安は全然いいよ。もうマジで、はい、全然いい。もうマジでなんもない。まあさすがにね、あの、油断しすぎるとやられるんだろうなっていうのと、子供にね、チョークスリーパーかましてる韓国人を見かけて、その子供の手から携帯が落ちるっていうのを見てるから、まあ油断しすぎるとやべえよっていうのはありますね。ピノコさん、チキンとライスのセットが好きでした。うまいね。多分ね、ちょっと思うんですけど、チキン頼んだら絶対ライスついてくるせ。コンビニでチキン頼んでも米ついてきたし。ブーキアツさん、第100回記念大会おめでとうございます。ありがとうございます。ダンカさん、ジョリビーおいしいです。僕は好きです。ジョリビー好きなんですわ。なんか困ったら、小腹空いたらジョリビー来ちゃう。なんだかんだ最初全然来なかったけど、1回目来たらね、結構食いますわ。初心者マックさん、100回記念おめでとうございます。ますますのご活躍を、記念いたします。ありがとうございます。じゃあちょっと外出ますかね。むつぎさん、こんばんは。そしてお仕事行ってきます。行ってらっしゃい。まあこれもね、アーカイブ残りますので、よろしければ見ていただければと思います。カズタカさん、懐かしいな、懐かしい、アンヘレス経験者。ショウさん、今日一人なんすよ。マジで今日一人なの。寂しいです。うん、100回、やっぱさ、100回の記念ってさ、ロンペいてほしいよね。うん、思う。俺もいてほしいし、みんなもいてほしいっすよね。めっちゃわかります。ただ残念ながら、今回はね、一人なんで、また次の配信とか、ロンペいるタイミングでまた、いろいろロンペとはね、話していきたいなと思ってます。奥さん、100回おめでとうございます。ありがとうございます。マックさん、ジョリビーの甘ったるいスパゲッティが、悲しい。いや、俺好きなのよ、あのジョリビーの甘ったるいミートソーススパゲッティ、結構好きっすよ僕は。ケイヤンさん、こんばんは。今日は何をされるのですか？女の子のところはもちろん行こうとは思ってます。一応ね、いくつか心当たりはすでにあって、まあ実際取れるかどうかわからないけど、そこ行ってみようかなって、眩しいね、っていうところと、確実に取れるところを1件、押さえてます。ベースオーさんね、いや、行ってほしいよね、ロンペ。ユースケさん、カリパンはバローン、ありがとうございます。コイヌダワンさん、フィリピンはマキよりジョリビーですね。間違いない。至る人に聞いても、はジョリビーでしょってなります。フィリピンのマック、なぜか、うまくない。いや、いかんのよね、フィリピンでマック行ってない、まだ1回も。あれからずっとフィリピンにいるの、そういうわけではないです。1回ね、1回日本帰りました。1回日本帰った後に、その後またアンヘレス来てます。で、アンヘレス来た時、その、まあ、どうせだから
で今回僕成田から直でアンヘレス来てるんですけど、まず今回そのね、マニラ経由でマニラ到着してからバスでアンヘレスっていうルートを今回辿ってるんですけど、そのルートのね詳細な来方とか、まあ、めちゃくちゃ簡単だったんで紹介してるんで、まあ、その動画も後々上がっていくので楽しみにしていただければと思います。ヒロリンさん、暑い、日中は暑いね、日中は暑い、日中は暑いですけど今はめっちゃ涼しい、夜はね日が沈んでめちゃめちゃ過ごしやすいです。髪型方気づきますよね、変わりました。はい、変わったということは、はい、その動画も上がりますので、ね、楽しみにしていてください。こんばんは、配信よく止まります。あ、マジっすか、ちょっと悲しみ。結構フィリピンのあのシムってスマートかグローブっていう大体2強なんですよ。で大体電波の強さはスマートなんですよ。で今回もう前回配信であのマニラでやった時ね、あの結構モザイクでみたいな話になったじゃないですか。だからそれを踏まえて前回グローブだったんですよ。だからやっぱスマートの方がいいかなと思ってスマートのいいやつに今回してます。ただ場所的な問題はあると思うんですよね、アンヘレスっていう。だからそれもあるとは思うんですけれども、一応まあできる限りのシム対策はしてます。ごめんなさい。ロンペン逃げたからロンペン逃げました。ちょっと店長が忙しくて。11さんかな、こんばんは、初コメです。アンヘレスいいですね、アンヘレスいいよ、楽しい、マジでね。パタヤの味変とかで来るんだったらもう最高っす。現在234名の皆様ありがとうございます。今回ね記念すべき100回目の配信なので、皆様よろしければ、高評価お願いします。平田さん100回ですか、おめでとうございます。これからも楽しい配信楽しみにしています、ありがとうございます。こうやってね配信ができているのもね皆さんのおかげですので本当にありがとうございます。無事400じゃない4万人もね達成しましたので、次は5万人を早いうちにね、達成できるように、頑張っていただきたいなと思いますので、引き続き皆さん応援よろしくお願いします。小井野さん、フィリピンはマラテのクラブで見つけるのが今はいいですよ。あ、クラブか。JD めちゃくちゃ多いですよ、いい子はロング5000。マジっすか。やっぱね、そうフィリピンの人たちね、マジでね声かけやすいしフレンドリーだしめっちゃオープンなんですよ。だから全然やっぱその手段はねあると思います。別に、まあ、やっぱクラブはいいって言いますけど、最悪ね行けるんだったらストリートで行けんじゃねっていう気は若干してます。そして前回より全然映像いいよ、あ、よかったです、ありがとうございます。配信順調ですよ、普通に視聴できてます、よかったです、ありがとうございます。下なんか一皮むけた。あ、マジっすか。やっぱアンヘレスっていう血がねやっぱ僕を成長させるんですよ。やっぱ旅は人を成長させるっていうの、すいません、はい。って言いながらね、僕は結構今回の旅出だしからやらかしてるんですけど、まあ、それはちょっと動画を楽しみにしていてください。こんばんは、初見です。闇グールさんかな。こんばんは、初見です、ありがとうございます。NT さん、あ、スパちゃんナイスパです、ありがとうございます。本当に感謝感激ありがとうございます。雨あられです。じいさん、8月にアンヘレスマニラ行きます。あ、いいじゃないですか、8月。そして新宿君、先週パタヤに行ってきました、めっちゃいいですね。パタヤ行きてタイ久しぶりに行きたい。動画がかなり参考になりありがとうございました。いや、こちらこそ、そう言っていただけるとね、僕らもすごい、動画上げててよかったって思えるのでね、ぜひ皆さんの参考になれば、少しでも参考になればね、ありがたいなと思います。なんかアジアの男前になってる、やっぱそうっすか、ありがとうございます。ジャカルタからこんばんは。お、いいっすね、インドネシア、インドネシア行きたいのよ、ジャカルタ、ジャカルタ。あ、なんでジャカルタ行きたいかって言ったらね、僕ね、あの10フィート好きなんですよ。あの10フィートのスーパーっていう曲にジャカルタまで飛ばしたりっていうね、よくわからん歌詞あるんですけどね、それからなぜかずっとジャカルタには行きたいと思ってます。そして、七面鳥さんか、七面鳥さん本当に、ナイスパン改めてありがとうございます。こんにちは、今日プノンペンから帰ってきて、下さんの同世代です。お、同世代、いや嬉しい、同世代の人に見てもらえてるっていうのはねすごく嬉しいです。アンヘレスはホステスより可愛いウェイトレスの女の子がいたりして、たまにウェイトレスの方を指名することあります。ああ、働いてるね、お店の中から、わかる、それわかる。やっぱあの結構ねみんな知ってると思うんですけど、韓国資本で韓国オーナーで韓国人の人がもう事前に予約してて、可愛い子も全然いなかったりするんですよ。だからそんな中で探すのっていうのは結構ね楽しかったりします。今度イクピーとコラボして、いや機会があればねもう全然させていただきたいです。やっぱフィリピンといったらイクピーみたいなところありますからね。これ以上皮むけたら大変なのでは、確かにねもうズルズルですから、もうこれ以上むけちまったらもう大変なことになっちまいます。ストリートナンパしよう、いやしてみたいね、それ動画にしたい。あ、
やってみたいと思います。フィリピンが多分ねスタートでやるんだったらめちゃめちゃちょうどいいと、ちょうどいいっていうかね難易度は低いと思う。クネドワンさん、クラブは、テーブルつかなければタダで入れますね。あ、やっぱそうなんだ。マラテサークルにあるクラブに行ってみてください。入れ食いでめっちゃいい子いますよ。交渉次第です。 ZZYXZ だっけ、なんかよくわかんない名前のところ、あそこ行ってみたいなと思ってる。またカンボジアにも入ってください。イエーイ、アニョハセヨー、バイバイ。そう、もうこんな感じでね、もうみんな映りたがってるね。ありがたい限りで楽しい国です。ベトナムの動画まだ上がりますが、もう少しでベトナムが終わるっていう感じですかね。いや、成長がマジで分かりますよ。いい顔してる。ありがとうございます。そう言っていただけるなんてありがたい。しもし久しぶり、彼女見つかった？何のことでしょうか。僕は全ての女の子のカスタマーです。はい、ということでね、いろいろ話してみますけれども。おー。はい、OK?海外行ったことないですけど、下さんたちの動画見たら行きたくなりました。いや、旅はいいっすよ。海外はいい、文化に触れる、外国に触れるっていうのはね、もうめちゃくちゃいいと思います。何がいいっていうのはね、すごい感覚的な話になっちゃうんですけど、なんか世界がね、視野が広がるっていうかね、思考が柔軟になるっていうか、僕のダメなところはちょっとね、海外に適応しすぎて、しっかりしなきゃいけないところも、海外気質になってしまうっていうね、ところありますけれども、そんな世界万歳。ZZXY です。そこが今一番熱いです。あ、やっぱそうなんだ。そうっすよね。もっと伸びてくれ。いやもうね、もっと伸ばしていきましょう。皆さんも見守っててください。伸びしろしかない。ありがとうございます。この番組好きだ。いや素晴らしいね、こんなんでも。ありがとうございます。はい、ということでね、今回一人なんで、まあ、いつまでもね一人の寂しい価格見せてもしょうがないかなと思いますんで、今日はあの女の子のところにもちろん行ければ、まあ正直これはまあ、多分いけるとは思うが、まあ、基本的なメインの、今回のコンテンツの内容としては散歩ですね。皆さんにアンヘレスがどういうところかっていうのをお伝えしていきたいなと思っております。なので、まあ、今回はアンヘレス散歩みたいな形で皆さん楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。なんかあ、そういうことか、びっくりした。今度東京でオフ会してください。オフ会ね、なんかやってみたいね。なんかカリピーがなんかそんなことを言ってた気がしなくもない。気のせいかもしれない。でも楽しいと思う、やったら。原田さん、原田和さん、アイは韓国人が多いから韓国語で話しかけてくるのが結構ありがちです。いや、そうなのよ。特にね、こういう顔立ちだと、基本初っ端アニョハセヨから入りますね。で、ジャパニーズからの、まあでもそこから会話にはつながりやすいから僕は全然嫌な気はしないですけどね。最近動画、見始めたので過去動画いっぱい見てます。ありがとうございます。本当にね、そうやって遡って見てくださることが本当に嬉しく思います。ジメジメした暑さですか？全然です。あの日中は結構カラッとしてる。結構まあ日差しは強いけどね。じゃあ早速今からいろいろ散策していきたいと思います。はい、ということでこちらからね、アンヘレスの外側です。多分カリパン経由やと思うけど、ベトナムのバータオパイパイってとこにインスタフォローされたんやけど、その店 A の行ったことある。タオパイパイどうだろう、わからん、覚えとらん。パリチャットさん、あ、パリチャットさんこんばんは。あ、おぱ、アニハセヨ、アニハセヨ、アイムジャパニーズ、あー、おはようございます、ありがとうみたいな会話に大体つながる。今夜はカリピーから指令出されてないの。今夜はね、出されてないけど、こういうルートにしたらっていう事前のお話はしてます。今日は何してましたか。今日はね、撮影ですよね。普通に動画投稿のための、今後の投稿する素材撮影してました。先にね、楽しみにしてください。さっきノリ出てこないね。ノリもね、あれよ、あの研究生のくせにね、スケジュールがなかなか合わないんで残念ですけれども、まあしょうがない。ケンさんこんばんは、100回おめでとうございます。登録者3000人くらいから見てます。ありがとうございます。本当にね、カリパンはね、本当にその頃からずっと一緒に盛り上げてくれてるパンジャーさんたちがめっちゃ多いから、皆さんに本当に助けられてます。こんばんは、高評価をしておきます。お徳さんありがとうございます。マサさん、午後突、午後行きたいね。ただアンヘレスの午後って結構ね、パタヤと想像してると全然違う。普通にみんなドレスっぽいの着てるし、基本海外におられるのですが、まあ行ったり来たりしてますよ。だからずっと海外にいることもあるし、日本で一応皆さん忘れてると思いますけど、僕お芝居やってる人間なんで、そういう仕事があればね、一応戻ったりしてます。ほぼないっすけどね。
やめとけ。そしてアンヘレスの韓国料理屋で食べるユッケ、ちょっと怖い。いやー、僕もね、ちょっと生ものはね、まだ怖いっす。で、これが今、ウォーストの前ですね。まだウォーストに入ってない感じです。9月にパタヤ行くので、ソイシックスのバーは日曜日も昼からやってますか？やってます。全然やってる。日曜日関係ない。週末関係ない。平日関係ないです。昼からずっとやってます。あやたかさん、こんばんは。来月ホーチミン行くので、動画で予習してます。ありがとうございます。皆さんね、少しでも役に立てば、皆さんの旅がより良い旅になることをね、少しでも手助けできれば、もうカリパンとしてはもうこれ以上嬉しいことはないです。そう、はーい。よいしょ。飯はイナサルというチェーン店。イナサル行ったことないな。チェーン店行ってみてください。チキンめちゃくちゃ美味しくて安いですから、腹壊しません。いや、最高じゃないですか。早くウォーキングストリート行きたいな。ウォーキングストリートはみんな見たいっすよね。行きましょう。ちなみに今ここがウォーストの手前で、さっきも言った通りですね。ただね、ウォーストの手前でもね、ここら辺も結構バーだったりしてるんですよ。55って言っていいのか分かんないんだよね。なんか55って言うと、さっきも言ったけどパタヤみたいなイメージしちゃうけど、そうじゃない。なんか屋内版バービアと、なんか55の狭間みたいな感じっすかね、イメージは。ベトナムに興味があるので行ってみたいです。いや、ベトナムはおもろい。マジでおもろい。ああ、本当におすすめします。一回行ってみて、全然いい。飯もうまいしね。ホーチミン3区に偽装床屋見つけたよ。最高じゃないですか。そんな3区にあっちゃったら最高じゃないですか。行っちゃうわ。ベンソーさん、私も最近ファンになったおかげで、タイかベトナムどっちかにリタイア後に住むときも、わ、そんな重大な決断まで。もちろんね、事前に行かれたことはあるとは思うんですけれども。いや、素敵な生活、ぜひエンジョイしちゃってください。雨は大丈夫なの？雨ね、マジでね、一日めっちゃ降る。もう水たまりあるけど、あの、基本的にマジで一日一回はスコールある。本当にあります。だからね、それさえその時間帯に当たんなかったりしたら、まあ過ごしやすい。特に今めっちゃ昼暑いから、多分そのせいでね、まあ雲発達しちゃうんだろうなっていう感じです。はい、ナイトクラブもありますって感じかな。今のアイハは価格が上がって大変ですよね。今ね、めっちゃ高いんですよ。まあ、だからといって前をじゃあ詳しく知ってるのかって言ったら、前もそんなに知らないんで。まあでもパタヤとかタイに比べると今絶賛爆上がり中じゃん、向こう。だからそこよりは全然安く感じるかな、僕は。バンコク引きこもり生活してますよ。いいじゃない。バンコク引きこもったってね、もう最高の。まあバンコクか、まあでもバンコクはね、過ごしやすいし、まあ都心だからね、全然困らない、全然困らない。一人で歩くのは危険ではないですが、僕がこうやって歩いてても何も問題がないぐらい安全です。まあもちろんね、自己防衛は最低限した方がいいかなとは思います。9月ベトナム行くので毎日動画見てます。ありがとうございます。もうぜひぜひ楽しんじゃってください。ちなみに僕らもね、近いうちタイに戻る、拠点に戻りたいなと思ってますのでね、その、まあいつ戻るのかはまだわからないですけれども、まあ戻ろうとはしているのでね、そちらも楽しみにしていてください。今日じゃあツイッターやってない？ツイッターやってますよ。あ、ただ個人ではやってない。あの、いろいろ、あの、僕も個人でやってたりしたんですけど、やっぱりカリパンでツイッターやるんだったら、カリパンの下としての情報を発信したいということで、カリパンのツイッターをずっと動かしてますね。なんでもし僕のツイートとか興味あるかなって方はね、あのカリパンのツイッターをぜひフォローしていただければと思います。あの、最近ちょっとね、ツイッターの方のフォロワーさんもちょいちょい増えてきて、あの、最近2000人突破して2000もうすぐ500人いきたいなみたいな感じになってますので、よろしければ皆さん、ツイッターインスタグラムの方の、フォローもお願いします。ヒデさん、いつも応援します。やっかおめでとうございます。少しですが涙にしてください。ありがとうございます。もうほんとナイスパーです。ありがとうございます。感謝感激。雨あられです。しかしアイヘは病気もらう確率は低いかもしれませんね。あ、そうなんだ。市の検査を毎月受ける法律だから。あ、そうなんですね。ちょっとシンガポールと似てますね。シンガポールのゲイラン地区もなんか毎週毎月なんか性病検査あるみたいな話ですよね。しかし、マックさん、私は11月にパタヤとバンコク行きます。行かれる予定ありますか？いや、まだ11月、まあね、旅をしてれば会う機会はあるでしょう。
まあ、東南アジアのどっかに確実にいるだろうなと思ってます。ツイッター探してフォローしてきます。ありがとうございます。カリパンで調べれば多分出てくると思います。ジュイさん、ベトナムの情報とても参考になります。ありがとうございます。バロット一気食いチャレンジ期待しております。バロットね、全然食えちゃうんだよな俺。トライしたことないけど全然食えちゃうと思う。初心者の質問多くて、質問です。すいません、下さんは歩くと必ず車道側を歩いていらっしゃいますか？歩道は危険なのでしょうか？何それ気にしたことないです。マジで気にしたことない。車道側を歩いた方がいいとか、もう歩きたいところを歩きます。あの常識の範囲内で歩きたいところを歩きます。ヨシワさん、ヨシワさんかな、あ、僕の好きなゲームのね、あのキャラクターヨシワっているんです。どうでもいいね。こんばんは、こんにちは、はじめまして、ありがとうございます。パタヤのボーストでロングで6500タイバーツって情報が入って、もうやばいっすよね。 YouTube Yeah。怪しかったんかな、さすがに。タイ時間だけは慣れませんね。何考えてんだと思います。まあ日本人はそうっすよね。パタヤのホストで、あ、そう、それ6500、えぐいよね。もういくらだそれ。だってもう2400切ってんだっけ。2万以上でしょ。今台風5号がフィリピン近くに来てるけど、ベトナムに来ないの？大丈夫。今フィリピンです。ベトナム、あ、フィリピンに来てる方がやばいね。ツイッター名ティーチャーでフォローしとくね。ありがとうございます。僕もツイッターフォローします。ありがとうございます皆さん。小根沢さん、パサイの持ち帰りバーにも潜入してみてください。アイヘよりはレベル高いです。パサイ、パサイ、パサイのバーってどこだろう。マラテだったらあれっすよね、LA カフェですよね。はい、ということで、ウォーキングストリート入ってきました。なのでね、これから、ウォーキングストリート散策していきたいなと思います。やっぱね、やっぱ夜ですから、アンヘレスは夜ですからね。はい、ありがとうございます。はい、現在300名の方に見ていただいております。皆さんありがとうございます。ぜひね、100回目の配信高評価お願いします。東南アジアでタバコに美味しい厳しい国ありますか？いや、どうだろう。普通の紙タバコに厳しい国はそんなないかな。逆に電子タバコに厳しい国はめちゃめちゃあるけど、タイとかだって違法だしね。ご飯食べに行くと LINE が来てもう2時間待ってます。うわ、まあ大時間やね。で、今回行こうかなと思ってるのはここのスターズっていうお店。ここね、前中で写真とか動画撮らせてもらったから、配信ができるんじゃないかと。で、日本語喋れるママさんもいるから、ちょっとここはね、いろいろ話を聞いてみたいと思います。まあ違ったら別の心当たり買おうと思ってます。下さんファンの嫁がもうすぐ誕生日なので、どうした？ Permit to City Hall。 You get a permit to City Hall。 City Hall？ Permit。 なので、下さんファンの、嫁がね、誕生日、あこちゃんおめでとうございます。誕生日、良い1年をまたお過ごしください。はい、僕はウォーストの外に出ています。悲しき、悲しき、逆側から取れって言われた。なんで逆側行きます。ね、ウォーストの中通っていきたいけれども、悲しき。悲しきです。まさかここまで中取れないとは。普通に普段ね、撮影がぜん撮ってんだけど、生配信だからかな。まあちょっとね、逆側からまた入って、撮影していきたいと思います。はーい、ここもまあバーみたいなところかな。おっと、
グラドルは出ないの。グラドルもやっぱりね、やっぱ海外にね長めに行くっていうのはね大変ですからね、なかなか帯を抑えられなくなったりはしてます。ラリラリラさん、タイ料理とベトナム料理とフィリピン料理どれが一番好きですか。タイだね。飯に関してはマジでタイ、タイ強いよ、マジでタイが強い。グルダンさん、パサイは、ユニバースです、55です。あ、最高じゃない。はーい、ハロー。 Yes, I'm Broga、 カリスマチンパンジーThank you. I'm subscribed 40,000. Please follow me. Thank you. 4万って言うとね、おーってなってくれるからね。毎回言っちゃいます。ありがたい。皆さんのおかげです。ミノルくんさんかな、初めて投稿します。過去動画含め楽しく見てます。ありがとうございます。フィリピンでは収穫ありましたか？あるね。フィリピンめちゃめちゃある。ちょっとインカメで画質悪くなったらごめんなさい。ちょっとこれはね言いたい。あー暗いね。あのマジでスモーキータウン行ったんですよ。めっちゃいいの、めっちゃいい。スモーキータウンめっちゃ好きです僕。あの 人柄もあるし、そこにね住んでる人柄もあるし、人の温かさ、そしてなんかみんながすごい楽しそうな笑顔がまぶしい。マジでねあれはね、なんか撮っててすごい楽しかったし感動した。これはね、フィリピンで個人的にはめちゃめちゃ好きな動画なんで楽しみにしていてください。まあね、結構スモーキータウンって使い古されたコンテンツっちゃコンテンツじゃないですか、 YouTube として見たらね。正直でもやっぱりね面白い、面白いし素敵な場所だよ。スラムだし、スラム、まあなんかね難しいけどね、でも僕はすごい好きでした。笑顔で溢れててもうね素敵な場所だ。まあとりあえず動画見てください、上がるのでね楽しみにしててください。撮影ダメってなんかね、こっちから堂々と撮るなって言われたから逆側から入ります。シモンさん、何カ国語話せるの。僕が喋れるのはニンノイ、クパサタイニンノイと、I can speak English と日本語がちょっとだから、ほんのちょっとずつ3カ国語喋れます。あとタガログ語を今ちょろっとだけ勉強してるけど、まあなかなか難しい。あ、こういうところにもお店あったりするんだね。この裏側はあんまり来てなかったから初めてだわ。はーい。めっちゃ音でかい。はーい。楽しんでる。混ざりてえけど音がやばい。What？ ちょっとサブスクライブしてくれるみたいです。チャンネル登録してくれるみたいなんで。あ、Thank you。あ、YouTube。Thank you。どうしよう。カリパン。This。The same mark. Thank you. やった、新たな登録者ゲット。小山さん、ブルコスも午後有名ですが、チンパンが多いです。多分欧米人が好きなタイプなのかもしれません。そう、意外とねやっぱり欧米人向けのお店も結構はっきり分かれてますね。水尾さん、今日はいかがわしい店に行かないんですか。行きたいんですけれども逆側から入ってみてって感じかな。
ちなみに今あの明かり全然ないところいるんですよ。そんなところに一人いても、まあ、基本的に安全というか、まあ何もないぐらいは治安はいいです。よいしょ、初めて、村上さん、なんだろう、初めて投稿しますっていう途中のやつかな。興味あってベトナム語の勉強始めました。いや、いいじゃないですか。やっぱね、現地の女の子と仲良くなる一番の方法は間違いなく現地の言葉だと僕は思うんで、絶対覚えて損はないです。暗いね。ちょっと一回インカメにします。はい、何も見えません。はい、すいません。はい、すぐ出ます。よいしょ。店内タバコ大丈夫な、結構大丈夫なところ多いっすよ。これ僕何回もずっと例えで言ってるんですけど、現地のこんにちはとかおはようございますって言ってくる人、男女問わず嬉しいじゃないですか。それと同じ気持ちが向こうにも絶対生まれると思うんで、僕はやっぱ現地の言葉はね、多少でもいいから覚えていった方が絶対受けは仲良くなれ、良くて仲良くなれると思ってます。でフィリピンのちゃんはこんな感じですって感じですかね。まあもちろん自己防衛はしっかり、自己防衛はしっかりした方がいいと思います。今日はどこからどこまで歩くの？ロンペイは今日ね、いないです。ってか今回の旅はね、店長で忙しいんでいないです、残念ながら。音楽著作権大丈夫ですか？まあ収益化しなければ大丈夫かなと思います。なんで多分これで引っかかったら、多分勝手に収益化が、アニオハセヨ、アイムジャパニーズだよ、ジャパニーズ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。まあなんで、まあ特に問題はないかなと思う。ん？ Thank you! I love Philippines! Very good! Yeah! What's play now? Huh?ポソイドース、ポソイドース、なんだろう、フィリピンのゲームかな、トランプ。Only play, no money。 本当かどうかは彼らのみぞ知る。トランプゲーム。Thank you, bye bye, bye bye。 これでちょっとカメラ移動が早くてごめんなさい、弱しちゃったかな。ミノルカンさん、楽しみにしています。ぜひセブとかも、次の、機会にお願いします。行きたいねセブ。でもなんかフィリピン好きな人からしたらセブはあんまなんもないよみたいなことは言われます。まあ、ただやっぱそれは、ね、行ったことあるから言えること、行ったことない僕はまだそのこと言えないんで、ぜひ行ってみたい。現地のパンジャーさんが増えてフィリピンですね、めちゃめちゃありがたい。結構ねこのアンヘレスでも、あれシモさんですかっていうのが多いんですよ。結構声かけてもらえるんですよ、フィリピンでとか。もう今タイでもベトナムでもカンボジアでも、あとはシンガポールでも声かけてもらったし、前回台湾行った時だけかな、なかったのは。でも本当基本的になんか声かけてくださる人が増えて本当にありがたい限りです。なんで皆さんも現地で声、見かけたらぜひ声かけてください。タイだったらもうね、どんどん声かけてください。アンヘルスは治安はいいですが、マニラは治安悪いですね。そうっすね、まあ確かに治安は悪いし、いい噂は聞かないけど、僕今日マラテに一番かな、でもマニラの中で治安が悪いって言われてるマラテで宿取ってたんですけど、まあ全然何もなかったっすね。でも一緒に同行してた人はまあ別のちょっとチャンネルがあるんで同行してたんですけど、その人は服の中に腕忍ばせて、なんかこっそり近づいてきてチャックを開けられるみたいな、まあやっぱ被害はあったらしいです。さすがシモニー、ありがとうございます。はじめまして、チャンネル登録はしてたけど投稿初です、ありがとうございます。6月後半から2週間ダナンに行きました。いいじゃないですかダナン、いい場所ですよね。あ、女の子かわいい。まあたまたまなのかな、わかんないですけど、遊びは絶対ホーチミンの方が遊びやすいけど、ダナンにはダナンにしかないなんか良さがある、めっちゃいいっす。そして、原田さん、最近アンヘの女の子は素人っぽい子が少なくなってるみたいだよ。韓国人がオーナーのお店が多いからプロ系が多いみたいな。なるほどね。はい、ということで
逆側来ました。こっちからね今度入ってみたいと思います。まあ多分ね本当だったら全通り見せたかったんですけど難しそうなんでサラサラと通って、様子だけお届けできたらなと思います。もしかしたらコメントもちょっと流し読みになっちゃうかも。なんか動画回しながら喋ってるのがあんまよろしくないみたい。コインダンスフィリピンで唯一ないのがサイドライン的なサイトがないのでメインは Tinder になるのが辛いとこです。あーなるほど、確かにそういう出会いとかはないですねあんまり。しもさん教えてください。ダナンのアミちゃんの動画のお店の情報が全てハテナハテナハテナだったのですが、非公開なのですが、それともしもさんが場所を忘れてしまったのですか。ですね、出なかったん、非公開にしたかったわけじゃないですけど出なかったのよね。なんでなんだろう、全然出なかったのよ。いや本当にあれは申し訳ない。僕としてもねできる限りの情報をやりたかったんですけど、一応ダナンのなんか韓国っぽいところに行ってで店名調べても出ないんですよね。ちょっとあれはね本当に本当に申し訳ない。知らないうちに登録者増えてるけど買ってないわ。買ってない、ハーフライさん買ってないですよ俺。おとといパタヤから帰ってきました。お疲れ様です。良い旅だったのでしょうねきっと。追い返されないことを祈ります。まあ追い返されたらもう心当たりの場所に行きたいなと思います。ツイッターに写真送っときました。ありがとうございます。さっきからねちょいちょいツイッターなってるなとは思ってました。まあなんでねちょっとねラッシュがもう結構ね内側だったんだよね。まあ申し訳ない、情報はねしっかりお届けするべきでした。バーファインする予定ですか。バーファインはねしなどうかなっていう感じですね。なんか取れる場所なかったらもう女の子だけでも一緒にデート連れ出してなんかどっか一緒にご飯行こうかなとは思ったりしましたけど、突入しましょう。チャック開けられるってズボンですか。もうそしたらもうされるがままです。誰だろうが一旦されるがままになります。突入しましょう。またおじちゃんがこっちにも来たりしてきてそれは怖い。サイドラインホテルに来いと言われるからめんどくさいんじゃない。なるほど、そういうこともあるのね。あでもまあまあでもそういうもんでしょうね。ダナンのシュガーバーは現地で Google マップで場所は出ましたよ。行かなかったけど。行かなかったんかい、絶対楽しめたのに。フィリピン動画楽しみだ。いやね、フィリピン動画楽しいものになってると思います。マニラ楽しみにしてください。今回カリピーさんご一緒ですか。もちろん一緒に来てます。ベトナムで1週間遊ぶならいくらぐらい必要だろう。いくらぐらい、まあでもねタイとかパタヤとかと比べるんだったらやっぱ遊びはねちょっと余裕持っておいた方がいいかなって感じですね。1週間、いやどれぐらいだろうな、わかんない、わかんないな。基本そんな持ってかないからな、銃とか。 OK Thank you はーいThank you カシーノバー、カシーノ Very good Inside take OK No そうだよね Sorry Thank you Bye bye。 シュガーバーすごい気になる。カリピン一緒ですね。ベトナムで1週間遊ぶならもう10万かなと思います。カジノで勝ちましょう。ベトナムのハノイの情報は過去にアップされていたりしますが、ハノイの情報はねまだアップしてないんですよ。だからこれからね似たような看板がね奥の方にあります。シュガーバーマジでね可愛いから、行ってください。カリパンで見たって言ったら多分喜んでくれると思う。アンヘでおすすめのお店、いやどこだろうな。アンヘレスでパタヤと同じように遊ぶんだったらロリポップっていうお店がめちゃめちゃいい。みんなのサービスめちゃめちゃ強いから。だけど基本的には欧米の人向けかな。なんでまあちょっとね好みが分かれるかもしれない。ここの兄ちゃんもね仲良くなりました。キャッチのえー、
ベトナムって一回出国すると30日入国できないんでしたっけ。いやそう、確かあった、それ確かありましたね。30日入国できないはあった気がする。だからそれを気にして僕らも前ホーチミンとダナンとか旅の計画考えましたもん。ここら辺もジェネシスっていうバーですね。OK? あ、意外とみんな OK やん。はーい、みんな優しい、みんな OK。 みんなもうね、ほんとフィリピンはねこんな感じでみんな通らせてくれるんす。30日規制は去年撤廃されました。あ、そうだっけ。なんかあ、でもその情報も見た気がするわ。ありがとうございます。実はバンコクにも行ってきました。ヤングプレイスでペイバーショート4000でした。いやー、やっぱするわな4000って。今の他の国とかで考えると結構ですからね。あ、スポールここや。スカイホールここっすね。ここが結構可愛い子がいい多い日本人好みのお店っていう感じのお店です。ちょっと逃げます。女の子が多いから映しちゃいけない子多いと思うし。参考になります。あざす。いやいや、こちらこそ皆さんのねお力もあってです。タニアで1週間旅行できてた時は25万。持ちすぎやない、それ。そんな用意できない、俺は。やっぱねパイセン型、皆さんさすがですよマジで。ダナーのハテナハテナハテナになってたお店、どうしても行きたくて、チラッと映った、隣の焼肉屋探して場所をおそらく特定。なるほど、素晴らしい。その探し方は素晴らしい。ありがとうございます。今よりは円高だったから。なるほどね。フィリピンにもバカラってあったんですけどね。あ、結構ねあれなんですよ、にパタヤと同じ名前のゴーゴーバー多いんですよ。ロリポップもそうだし、あとなんだろう、それこそ、バカラもそうだし、ルシファーっていうお店確かパタヤのウォーストにもあったよねとか、なんかそういう感じのなんか馴染みの深いお店が結構ある。あとあれ、あ、アトランタ、アンタラス、わかんない、なんかそんな感じのお店もあったし、結構ねパタヤ行ってると、あ、同じ名前やってなるのが結構アンヘレスには多い。で、まあご存知の方も多いと思いますが、こちらですね。あの、このお店ハイクオリティ、このハイクオリティっていうお店は日本人のねオーナーさんがやってるお店です。なんで、あの、女の子とか斡旋してくれたりします。僕も一回入った時に、あ、日本の方ですかって言われてみたい。かわいいじゃない。で、まあ奥行くとまただいぶ奥の方見えるかな、あの、また入り口ですね。入り口のゲートが見えるから、ここからもう一回、まあ注意されてもめんどくさいんで戻ろうかなと思います。まあこれでアンヘレスの良さは分かったかな。あ、そう、やっぱり嫌がるっていうか、あの、中に進めば進むほどちょっとね嫌な顔してる人もいたので、さすがに取らせてもらってる側なんで、ここは一旦引きます。まあ大体中のね良さは分かったかなと思います。アンヘはそう、さっきのね日本人の午後のお店あります。やっぱり岡田マニラとかでの勝負は動画にされるんですが、岡田マニラでの勝負したかったけど中取れんのよ。中取れないカジノ動画見てもおもろなくないっていうことでね、動画にはしてないです今回。ただめちゃめちゃ僕は相性良かったです。ごいつさん、この前2日間ホーチミンバンコク往復しました。いいっすね、いい旅だそれは。楽しい旅は絶対。ブツブツ、あ、嘘、ブツブツになってます、ごめんなさい。僕も連れてってください。いや、連れて行けるんだったらみんなで楽しく行きたいね本当に。おい、 Thank you。 あ、アンヘには何日滞在予定ですか。まあ昨日アンヘが許す限りはいようかなと思ってます。
ただまあ次のね旅も、予定はしているので、それの準備もあるからどれぐらいだろう、まあアンヘが許す限りはいます。アンヘのご、あー YouTube、 あ YouTube もそうやってるみたいですね。いつも楽しく見てますよ、ありがとうございます。またカリピーの秘密基地でライブしてよ、あれ楽しかった。どっ、いやなんだその、あカリピーの部屋で配信みたいなやつか。なるほど、ありがとうございます。わからないけどありがとうございます。こちらこそご視聴いただきありがとうございます。ダナンのどこですか。今ここはダナンではございません。ダナンではなくてフィリピンのアンヘレスです。アンヘレスのウォーキングストリートにいます。他の人の需要があるかはわからないのですが、私はシモさんとノリさんのコンビをもう楽しく見ていました。ありがとうございます。ノリさんの相当再登場は、再登板はいくつかありそうですか。いや、ないことはないですよ、もちろんスケジュールが合えばね。ただ彼もね、一応やっぱあのお店、別のね、お店の子じゃないね、お店の子じゃなくて、あの研究生のノリでも、ノリでも、いや嫌な言い方やな、あの研究生ですが、彼は彼でも仕事もねちゃんとあるので、まあ折り合いがつけば面白い行きたいなと思ってます。アトランティス、アトランティスか、ありがとうございます。現地の状況ありがとうございます。いやいや、こちらこそ見てくださってありがとうございます。フィリピンなんですね。そうなんです、僕今フィリピンなんです。ということで、まあいろいろアンヘレスウォーキングストリートの様子見て回ったんですけども、まあ詳しくはやっぱりあの動画見てください。あの中での様子すごい撮ってるんで、そちらの様子が気になる方は動画見てください。あと個人的に気になってるのは、女の子たちがめっちゃここで飯を食ってるんです。いつもここで女の子たちが飯を食ってる。ここの飯にいつか俺も加わりたいと思ってます。本当みんな吸い込まれてくんだよな。よいしょ。坂上さん、奥さんといつも見てます、ありがとうございます。最近ねカリパンもね、まあちょろっと見るんですけど、女性リスナー意外といるんですよね。もう 1% もいないかなと思ったら、イエーイ、バイバイ、Thank you。 1% もいないかなと思ったら結構いるんです。だからね、本当にどんな方が見てくださってるのか結構僕自身興味はね上がってます、興味はねあります。ハーフライさん、島行き上がってよ、ケツに飛びっこでも入れてるのな。ケツにさ飛びっこ入れると息上がるの。フィリピンで大流行アメリカンクラッカー、はーいかわいい、奥の子がかわいい。でこの子たちは多分永遠にアメリカンクラッカーをやることでしょう、飽きるまで。プロやね、大流行です。なんか最近カンボジアでも流行ってるらしいです。ケツに飛び込ませなみに入れてませんってことでね。かわいいね、サラマッポ、サラマッポだっけ、なんかおはようみたいなやつ。ジョーそれぞれでしょうけど、紡ぎやすさとしてはフィリピン、ベトナム、タイで順位付けするとどうですか。ちょ、紡ぎやすさ、撮影のしやすさは間違いなく100フィリピンなんだよな。ただ女の子との出会いやすさ、可愛さとかレベルの高さとか、まあいろいろ考えるとやっぱパタヤ強いんだよ。やっぱパタヤって強いなって改めて思う、サービスの質とかも含めて。ジュイさん、アンヘはもうすぐ行くので参考になります。相手空いてます、結構ね空いてます。フィリピンとタイ時差1時間くらいあるのかな。もうすぐ8時になります。タイはそう、タイと日本は2時間で、フィリピンと日本は1時間の時差ですね。はい、ということで、ウォーキングストリート見てきたんですけど、ここからはちょっとね、この前動画の撮影 OK してくれたお店があるんで、そこで、配信できるか、交渉してみようと思います。まあ多分ね大丈夫だとは思いますけれども、そちらの方に行ってみたいと思います。でここからはそこはね KTV とか、なんだろう、 GOGO とかそういうんじゃなくて、女の子とは飲めるんだけれども、だいぶ費用が安い感じですね。なんか新しい遊びの感じの場所です。
おー楽しそう。いや楽しいんですよ。なんかね新しいコスパもいいし、 KTB めっちゃ簡易な KTB みたいな感じかな。簡易版 KTB みたいな、そんな感じだと思います。いつも楽しく見ています、ありがとうございます。エクステンスコッツさん、ありがとうございます。はい、でここはですね、マップで言うとアンヘレスのウォーキングストリートを抜けて路地を右折したところかな。よいしょ。現在359人の方に見ていただいてます、ありがとうございます。今回ね、今日はね記念すべき100回目の配信をしております。皆さんよろしければ、チャンネル登録高評価、していっていただければと思います。あ、サラマッポはありがとうか。アンヘレス、そうアンヘレス結構 YouTuber でもうね、コロナ明けてからめちゃめちゃ YouTuber 増えましたよね。海外系のめちゃめちゃ増えたなって思う。あ、そうだ。なので、ぜひね高評価チャンネル登録お願いします。カリスマチンパンジーの代表作は、チンゲを切ることです。意味わからんもん。バンコクでチンゲを切ったら160万再生以上回りました。カリパンの代表作です、よろしくお願いします。はい、意味がわからん動画が回る時代です。本当に何の気なしな、何の気もなしに、これはバズるぜとか思わず言ったらめっちゃバズりました、ありがとうございます。髪カットしたのよ、これだいぶカットした方、うん、マジ でその時の様子はね今回動画に撮ったのでね楽しみにしていってください。広告つかなくなったって言ってたのに、いや広告はつく、いやチャンネル全体じゃないですよ、チャンネル全体じゃなくてつくものとつかないものがありますよっていう感じですね。よいしょ。コスパ言われるとお姉ちゃん価格の比較かな。あー、それもおもろそう。なんかね結局東南アジアカリパンいろいろ行ってみたけどどこがおすすめみたいなのはねちょっとねやってみても面白いかもしれないですね。まあなので、はい、女の子のところに行きましょう。カジノに向かっているのですか。そう、わかる人はわかるよね、このルートはカジノに向かう道でもあるんです。ただ今回は違います。よいしょ。今ね携帯にあの付属品つけてるんですけど、中途半端に刀向けなきゃいけなくて手首がめっちゃ疲れる、なんでだろう。よいしょ。で今向かってるのはカジノではなく女の子のいるお店です。やっぱりね、やっぱり女の子との100回目の配信ですから女の子いないとあかんでしょね。なのでこれから女の子とね、撮影していきたいと思います。だちょっと遠いんでね、あの少しお話お付き合いください。よいしょ。マレーシア在住のおっさんです、いつも楽しく見てます。いやこちらこそありがとうございます、いつも見てくださってありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録高評価皆さんよろしくお願いします。5万人行きたいね、5万人行ったら10万人行きたいね。銀の盾欲しい、銀の盾、まあまだまだ先ですけれどもね、目指して頑張っていけるようにねやっていきたいと思います。秋もはもうもう出ないんじゃないかな、キモはもう3年ぐらい出てないしね、出ることはないんじゃないかな。うん、からね結構あの CM 出てますよね。うん、お前みたいなね、たまにびっくりさ、あとねたまに夜の番組の再現とかも出てます。お前ってなる、思わず写真撮っちゃう。あーキモだってなってね、やっぱ嬉しいっすよ、もうね。やっぱ今でも仲間だと僕は思ってますからね、やっぱ嬉しいっす。登録者まさか、もう人聞きが悪い、ダメダメよ、ダメダメ、本当に買わないよ登録者なんて、買えないんだから。下曽にはフィリピンでもご馳走、ご健在でしたか。下曽にはねご健在です。ちょっとねそれも楽しみにしててください。女の子のサービスは日本が一番よ。いやそれはそうよ、サービス面で見たらね。
タニアのお姉ちゃんは、ダメ。あ、そうなんだ。これちょいちょい言ってるんですけど、彼は案外タニア行ってないんですよ。だからタニアに結構興味はあるけども、正直タニアに関しては僕らより皆さんの方が絶対詳しいとは思ってる。ロンピーより下の方がかっこいいよって、ありがとうございます。そう言っていただけるのは、ね、本当にありがたい。本当にね、世の中って残酷ですからね、気にしないんだけどね。はい、まあ、ロンペイはね、本当にあの顔可愛いからな、マジで可愛い顔で、もう強すぎる、可愛いが強い。でも100回目の放送おめでとうございます。ありがとうございます。アプリオさん、ありがとうございます。で、こちらっすね、さっきカジノ向かってるのって言われたんですけど、カジノフィリピーノ、ここが、アンヘレスのカジノの一つですね。これはマニラのマラテ地区にもあって、僕はでそのマラテの、このカジノフィリピーノっていうお店は結構なんていうのかな、なんて言えばいいんだろう、あ、そう、ホテルと併設、ホテルと併設してて、結構日本人のお客さん多かった。そして僕はそこでボロ負けしたんで、マラテのカジノフィリピーノにはもう行かないかなと思います。ヒロリンさん、ダイヤモンド地区に行くの？ダイヤモンド地区には行かないかな。ダイヤモンド地区ってどこですか？アンヘレスの？まだね、僕もね、まだまだ勉強が足らんのですわ。YouTube の広告でアキモじゃねってなりました。いや、あるよね。あとタクシー乗ってて、この広告アキモじゃねはしょっちゅうある、マジで。タクシー乗るとアキモいがちはね、マジであります。キントンだキントンとかね、そう、いろいろあるのよ、マジで。アキモやんは結構ある。カリパンさんに憧れて来月ベトナムに行きます。いいじゃない、西さん。ね、もうベトナムめっちゃ楽しいところなんで楽しんできてください。全然僕らなんて憧れてもらうほどではないんでね、一緒に楽しみましょう。なんかいいネタあるやんみたいな感じでね、見てもらえたらありがたいです。シモがモテる中国へは行かない。モテるの俺？中国行ってモテるんだったら俺間違いなく行くけどね。現地の気温どうですか？今めちゃめちゃ過ごしやすい。半袖半ズボンで過ごしてるんですけど、めっちゃいいです。最高に過ごしやすい。今20度ぐらいじゃない？風通しのいい20度って感じ。20、うん、まあそんなもんかな。ミノル君さん、パタヤやバンコクで数は少ないと思うんですが、日本人オーナーがやっているお店とか紹介してもらえるととっつきやすくて嬉しいんですが、パンジャンさんにはきちすぎて、需要薄いですかね。いや、全然そんなことはないですよ。ただね、まあ僕らはどこのお店が日本人オーナーなのみたいなところでね、そこら辺疎かったりします。なので、うち取っていいよって方がいらっしゃれば、取ってくれみたいなね、方あれば声かけてもらったらいけるかもしれない。あ、ここそうだったんだみたいな感じになるから。ヒゲちゃんと剃ったら100点。ヒゲってめんどくさくない？剃るの。俺一番めんどくさいのヒゲを剃ることだと思ってます。仲間いない？インチャーさん、タイ人のタニア城はダメ、ベトナムとかがたまに出稼ぎできてくるから、ベトナム人はよかった。なるほどね。はいはいはい、やっぱね、バンコクはね、バンコクナナプラとかそういう盛り上がってるところはね、ちょっとそういうのが、そういう子が多い傾向はあるよね。昔のアンケートで中国人女性にめっちゃモテてたじゃない。どこだ？あれか、カオさんとかでやったやつかな。あれは確かに、まあ、中国人の人気あった気はしなくもないけど、そんな言えるほどではないと思う。中国でロケやってたら拘束されそう。いや、されるだろうね。来年はジャカルタ行きたいので、それまでに情報お願いして。いや、カリパン的にもやっぱりね、ジャカルタは行きたい。はーい、かわいいじゃない。で、今回行くのがやっと着いた。多分知ってる方もいらっしゃるんじゃないですかね。まあなんか僕ほんとたまたまなんか知ってる人に連れられてきたんですけど、新宿っていうお店です。ここ中での撮影がすわね。ちょっと一瞬ちょっと携帯の充電見ます。
でしょ。あー、わからん。まあでもまだ大丈夫でしょ。なのでこちら新宿ね、行ってみたいと思います。電波ないぞ、電波だけが気になる。新宿、ほらワクワクすっぞ、ワクワクすっぞ、行くしかねえな。今度フィリピンでオフ会してくれませんか。やったら絶対行くのに。絶対楽しいんや。わあ、あ、オッケー、わ、明るい、めっちゃ声うるさいな。わ、ベイビーちゃん、めっちゃ声うるさいっすよね。Ah, thank you. Thank you so much. Thank you.声が、音がうるさい。お、静かになった。はーい、最高や。めっちゃ歌うやん、めっちゃ歌うやん。あー、サンミゲルアポ、Why are you wondering? You okay? You wondering? Okay. Ah, なるほどね。そう、これにサインしてってやつ。ちょっとマイクに声近づけて喋ります。すいません、結構ね、カラオケ歌ってるんで、音量問題あると思うんですけれども、ちょっとみんな女の子の絵で和んでください。What's your name? Baby. How old are you? 24. You're so cute.かわいいよ。あ、電波一番すべはカンボジア。カンボジアも楽しいんだよね、マジで。わかる。日本人オーナーとかじゃなくてママと仲良くするといいと思うけど、行きつけのお店を作ることかな。まあそうっすよね。谷は3軒くらいある。オーナーなんてわからないし、普段はいないから。確かにクリッピーの女の子歌うまい。京子さんこんばんは、はじめまして、ありがとうございます。電波大丈夫そうでよかった。まずはこのベイビーちゃんにいっぱいおごっていきたいと思います。高い、かわいい、かわいい。この子は最近の撮影で一緒になった女の子です。何も言わなくても隣についてくれました。かわいい。
はーい。あ、はい。かわいい。 So cute! Everyone so cute! ちょっと今見えてたかな。さすがカラオケバー、みんな歌うね。しかも歌うのみんな女の子っていうね。ベイビーキャッツ、ソーキューツ、ミャオン。ありがとう。メイン300リスナー。ワオ、エブリワンセイユーソーキューツ。ワオ、ありがとう。ありがとう。かわいいね。24歳のベイビーちゃんです。かわいすぎやろ、間違いない。こんなのが似合う、素晴らしい。ただカラオケがね結構あるから紡ぎにくいかな。フィリピンもサンミゲルとかリーズナブルですもんね。お酒好きに優しい。しかもこれアップル味なんですよ、リンゴ味のサーミゲル。これのレモン味マジでうまい。これめっちゃおすすめですね。あらまあ、ノーノー、わーお、わーサービスが強いね。まあそこまでサービスしてくれたら。おい、オーマイガー、 You wondering? You wondering? Okay, okay.ドリンク。Thank you. かもしれないけど、はい、ちょっとサービスしてくれたから女の子にもおごっちゃいます。So cute. What's your name? Honey. What's your name? Kay. みんな可愛いじゃない。かわいすぎる、かわいすぎる。はい、そう、このお酒が美味しいということと、これもサーミゲルですね。まあ、僕、俺の一曲いらんやろ。カスタマーは僕だけじゃないです。他にも一組います。日本人っぽいけどね、どうだろう。サユリはどこですか？サユリはいないです。Everyone say so cute. Everyone so cute. Now YouTube. YouTube. Many listener. 300. Oh. We will follow you. Follow. Yeah. Follow you. ちょっとね。よいしょ。
かわいい。お店の名前は新宿っていうお店です。 This bar is 新宿。 Yeah, very good. How much, please show me menu. Menu. ドリンクがめっちゃ安いんですよ。 Thank you. フィリピンの人っぽいな、お客さん。ドリンクが、ピント合わないな、見づらいね。口頭で言います。僕が今頼んでるサーミゲル、あった、サーミゲルのリンゴ、安っ。サーミゲル系全部110ペソです。 Thank you。ゴーチーさんのコメントを読みたいけど読めない。しもちゃんとベイビーちゃんに一杯ずつまでは読めてる。なんて読めばいいんだろう。読めない。まあでもナイスパ、ありがとうございます。ナイスパです。なんだここは天国ですか。天国なんですね。ハニーちゃん、How old are you? 25。 23。 みんな若いね。みんなもうセームセームやね。海辺の街スービックのハロイビーチも行ってみてください。ハイウェイで1時間くらいで行きますよ。わ、行ってみたい。SNS さん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。マラキスーツ巨乳だね。マラキスーツありがとうございます。フィリピンの方はフィリピンの方の美しさがありますね。いや、そうなのよ。フィリピンレディーにはフィリピーナにはフィリピーナのね、可愛さがある。YSKM さん、ドリンクでありがとうございます。もう僕はね、カスタマーとして女の子たちに残っていきたいと思います。ということで、高い高い筋肉痛で手が、いいね、こうね。じゃあちょっといつもの定番の紬やっていいっすか。ベイビーちゃんは You have a boyfriend? No have? You have baby? One baby? How old? Five years old. Boy and girl. Oh, 絶対かわいい、絶対かわいい。この子の娘さん絶対かわいい。If you make a new boyfriend, Japanese, okay? Wow. Where from before boyfriend? Where from before boyfriend? Manila. Yeah. なるほど。ハニーちゃんは You have boyfriend?No, have? You have baby? I have one baby. One baby? 6 years? みんな7 years old. 7? みんないるんだよね、子供マジで。 Boy? Boy? わー、みんな大きいね。大きい子供いるね。 If you make a new boyfriend, Japanese, okay? Japanese new boyfriend. Why? かわいすぎない？かわいすぎない？あなた、それはテロだよ。そのかわいさはテロだよ。あなたは？ You have a boyfriend? No? You have a baby? みんないる。How old? 4 years。 みんな17、18ぐらいで、
二十歳前で産んでるね。New boyfriend Japanese OK? Yeah, very good. How old are you? OK? 40 years, 50 years old, new boyfriend. New boyfriend, 50 years old, OK? 50 years old, new boyfriend, OK? Wow, 60. No, 50 years, OK.何かがあるのね。みんなシングルマザーです。ジオン TK4 さん、ありがとうございます。ナイスパです。ありがとうございます。そりゃ人口増えますね。そりゃそうだよね。20歳でみんなシングルマザーだったら20代前半半ばで初婚が早いってことすごいですね。いやでも聞いてると結婚をしてるわけじゃないんだよね。付き合ってそのまま行っちゃうっていう感じ。子供が6歳で、今年7歳で、この人も子供が6歳で、7歳、6歳、4歳の子供かな。みんなね、未婚なんすわな。かわいい。カラオケも歌ってます。皆さんも聞きたいことあったらね、どんどんチャット、コメント残してください。どんどん聞いていきたいと思います。みんな頑張ってるね、頑張ってる。スースーだよ。あ？アポ？ハンサン？リアリー？リアリー？ You want a drink? You want a drink? Later, later. まだ残ってるからね。OK, OK.かわいいじゃない。現在385人の皆様に来てもらっています。皆さんありがとうございます。今回ね、100回目の配信となっています。ぜひね、チャンネル登録、高評価お願いします。Now listener is 400. 400. Everyone like, everyone love Philippines.ごめんなさい、今一瞬ちょっと配信切れちゃいました。あー、まただ、またやっちまった。ちょめちょめが好きなんす。まあみんなね、嫌いな人はいないよ。ハンサムいただきました、いただきました。皆さん、敬虔なカトリックですから子供できたら必ず見ます。そうなんですよね、国民の9割がカトリックって言われてるんで、もうみんな、そのね、しかもみんな経験、本当に経験な方が多いんで、もう本当に産んでますね。フィリピンの子が一番ノリがいいよね、それは間違いない。ホーチミンのポムちゃんが一番可愛かったな。ポムちゃんは可愛いって間違いない。 You like Japan? Everyone? You want go? You want go Japan? Yes!I live in Tokyo. Yeah, Tokyo in Japan. Oh? Nice. Nice place. Yeah. But Philippines is more nice place.ちなみに、金の話で送る文化はタイだけですか。一応ね、カンボジアでもある。なバービアだったらあるのかな。まあ国ならって、国独自っていうのはあると思うけど。ポムちゃんで VBN の、そう、VBN のポムちゃん。日本に行きたい人めっちゃ多いっぽいね。みんな行きたい。 Where you want go in Japan? 東京、北海道、沖縄、 You don't know?大阪、東京、北海道。かわいい。いいね、みんな東京行きたいんだね。Where you want go in Tokyo?
Anywhere, okay? Wow, girl. 迎えに行ってあげてくださいよ。連れてってあげてくださいよ。Thank you so much. You want to try?Why you know what food you know? Japanese food. Tempura. Tempura. Ramen. Yeah, ramen. Yeah. Hmm. So. Somai. Somai. Japanese somai.あ、シューマイ。あ、いや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 、あの、あの。わかるわ、シューマイは、グッ、グッ。マサラ。いや。おいしい。かわいすぎないか、マジで。フィリピンの可愛い子は他の東南アジアの子はかなわないですよ。35年前フィリピン行きましたけど、いや、マジでね、かわいい。ノリも最高です。ブルースカイも行ったよ。でもいなかった。あ、マジっすか。残念。ブルースカイあれか。ポムちゃんいるところか。エコラさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。タレントで行きたいんじゃない。いや、行きたいよね。ちなみにマニラにはソイチャイヤップンのような、まあ今日は見つかりましたが、マニラはね、まだ見つかってないから、まだまだほっかぼれる。やばいかわいそう。やばいかわいそうです。日本のフィリピンパブで働きたいんじゃない？確かに働く。この子がフィリピンパブにいたら通うわ。マジで通う。ゲー長い。素晴らしい。いや、もう1時間半やってるんだ。やばいね。カトリック信者の方はゴムをつけることはダメだと教祖様からの教えが教法に書いてあるから、子供できて当たり前だけど、かわいそうでもあるよね。まあそうよね、ゴムしちゃダメっていうのはありますよね。一番手前の子かわいいね、ベイビーちゃん。改めてベイビーちゃん、ベイビーちゃん、ハニーちゃん、なんだっけ、あ、キャンディーか、キャンディーちゃん。スリーガール、マジで好き、本当に I love。 ジャパニーズ男子もトライしてもらえちゃいなさい。いや、そうね、間違いないね。確かに錦糸町とかのフィリピンパブにはいないでしょうね。間違いないね。みんなミンダナオの子だよ、確かに。あ、ヤナさん、音楽大丈夫？広告はいいです。広告なんていらんのです。皆さんがこの光景を見てる、それだけで僕は幸せです。共有できてることが幸せですね。ねえ、おい、こんなんやってる時点で広告はつきません、本当に。あ、What time open here? 3 o'clock?3 p.m. ああ、3 p.m. オープン、3 a.m. クローズ。ああ、いやいやいや、なるほどね。さすが翔さん、ありがとうございます。やっぱね、共有し、やっ、ごめんなさい、一回自分映りますけど、こういう旅は共有してなんぼじゃないですか。最初ちょっとね、あの、ここに来る前まではちょっと広告にしてましたけど、もうさすがにないと思うんで、映したいものを映します。共有したいものを共有していきましょう。ファイ、かわいいね、かわいすぎるじゃないの。You work over here? No, they work? They work? Yeah, nothing over here? まあそうだよね、3時からそうだよね。You work every day? Yes, every day. No holiday? No holiday. Oh my god. Always here in San Choco. You are very hard.
ベリーハードだよね。ね。ハロー。後ろにもたくさんね、女の子がいます。ちょっとピントが合わない。はーい。Thank you。かわいい。素晴らしいじゃないの。何？どうしたどうした？わお！わお！シンガー！おい！あげあげあげ！おい！ベビーちゃんトライする？うん？オンリーボーイフレンド？わーお、グッ。ああ、ハムニーレディ？ハムニーレディ？ディスバー？いや、オール。オール。20。13。13。13。13人、13人いるらしい。Already is 13. Yeah. 13, yes. Yes. Thank you. Yeah, いいじゃない。選び放題ですな、マジで。気に入られたんかな、俺。こういうお店はペイパーできるの？いや、どうなんだろう。This bar maybe cannot go out. Yes, no bar fine. No bar fine. Yeah, yeah. But next day go eat together. Okay. Morning together eat lunch. Ah, okay. だ仕事始まる前か、仕事が終わってから3時に終わるから、おいパーティーイエーレッツゴーパーティーおいちょっと一瞬配信止まります。少々お待ちください。失礼しました。ちょっと充電の量気になったんですけど、まだまだ持ちますね。そこどこのエリアですか？ここはアンヘレスです。アンヘレスから少し外れた場所、新宿っていうお店です。だから if finish today your work, so let's go party later. Yeah, today. You finish work, can go let's go party. めっちゃ英語適当で喋ったな今。だまあ3時までお店がやってない時間だったら一緒できるよっていう感じかな。しもちゃん結婚願望ありますか？結婚願望はないかな。やっぱ一人って最高に楽しいじゃない。多分できない。日本と同じ通って落とすそうみたいですね。でもその前のまあ同伴みたいな感じはできそう。仕事中でお持ち帰りはダメなのね。そうみたいですね。画質が荒くなったな急に。かわいい。はい、君かわいいね。これで見るとかわいいね。かわいい。
かわいい、かわいい。Very good。 でもやっぱ一番かわいい。あれ、なんかすごいブレない。あ、直った直った。100回目の生ライブでしたが、おめでとうございます。ありがとうございます。記念すべき。ミャオミャオ、ありがとう。ミャオミャオミャオ。どのくらいフィリピンにいる予定も、フィリピンが許す限りはです。かわいいわ。マガンダマガンダマガンダ。フィリピン人かわいい、みんなかわいい。マガンダ、もう腕がパンパンや。最高や。あ、もう1時間半やってる。ブーメランさん、少々お疲れっす。お疲れっす。高い。セブ行こうとしてたのに、アンヘは気持ちが入れず。アンヘはいいよ。でも長いする場所じゃないかなとは思う。まあセブもかもしれないですけど。わーお。もう一回ね。ゴー。あげん。いくよ。本命いくよ。もうかわいいは正義です。フィリピンで受ける一発ギャグはありますか。わからんな、さすがに。シオンさん、どこのホテル泊まってるの。僕はね、あれです、ウォーキングストリートの近くのホテルです。真ん中のお姉さん可愛いよ。シモも何歳か聞いてくれ。彼氏いるのかも聞いてみて。俺が聞いてないわけないじゃないですかね、ハニーちゃん。マイリスナーセーハニー is so cute。 ハニーちゃんは24 5か、25で、ワンベビーボーイ、6 years old boy、 はい、っていう子です。いい男はボギーです。私はいい男。いや、私 I'm ボギー。選んでくれた人は近藤春菜ですか。んどういうこと。あ、運んでくれた人ね。違います。春菜、近藤春菜はいない。アコポギディバ。リアリー Thank you。 エコロンさん、もしかして配信止まっちゃってます。ごめんなさい。よいしょ。おー、 You want a drink? Yes, I want tea. You want a drink? You want a drink? Okay. Yeah, same.更新したら治りました。よかったです。アコマリボック。マリボック。No? No. どういう意味やろ。 I don't know. 手前の子が一番好き。みんなそりゃそうよな。6歳の連れ字はありですか。いや、ありではないですか。もうね、自分が魂が揺らいだらもう行けばいいんです。 OK、 じゃあいいだろう。みんな飲め飲め、俺のおごりだ。今スパチャもいただいてるんでね。もう皆さんからいただいたものは全て女の子に還元していく。そのために僕は YouTube をやっている。そう言っても過言ではございません。シモン、ありがとう。ありがとう。わ、よいしょ。ほらね、はいはい、やりなさい。うん。
おいすいません、これが現地にいる強みです。すいません、最高です、最高です、すいません、ありがとうございます。はい、マリボックはスケベって意味で、さすが最強のカスタマー、ありがとうございます。赤いシャツを着たお姉さんも可愛いね、みんな可愛い、猫ちゃん可愛い、猫ちゃん可愛い、フィリピンの子は年齢ノリがいい、もう本当そう、全員いける、いやもうそうよね。おーいおーい、ありがとう、ミャオ、おーい、シモ羨ましいぞ、だろうな、羨ましいよな、僕も僕がちょっと画面越しで見て羨ましいと思ったもん、それくらいの絵の破壊力はあったマジで。ありがとうございます。この人はね、政治家にいそうですね、違う国の。ケイさんスパチャありがとうございます。ちょっと待ってね、コメントが読めなくなってる。コメントが読めない、読みたい、ヒデさんのコメント読みたいけど読めない、なんで読めないの、それともコメント、あーでもこれコメントなしかな、スパチャだけかな、ありがとうございます、ナイスパですだけかなって、もうなんてこと言ってた、かわいすぎる。ヒデさんスパナイスパです、ありがとうございます、もう感謝感激です。今こそどこでもドアが欲しくなったぞ、いやそうよね、今この瞬間欲しいよなマジで。誰が一番好きやべ、OK 聞いてみましょう、それは I have one question OK、 あー死のナンバーワンマリポック、ナンバーワンノーマリポック、ノーマリポック、おーい、リアリー、いいじゃない、ベリーマリボクあ、アイノマリボク、なに、 Do you know what means of マリボク、 Yeah, 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 my listener say マリボク、 Yeah, yeah。人生まくり直しさん、ドリンク代どうぞ、ありがとうございます、ナイスパです、感謝感激です。あー、プリーズセイナイススパチャ、ナイススパ、ナイススーパーチャット、ナイススーパーチャット、イエス、ベリーグッド、ナイススーパーチャット、ベリーグッド、電波悪いぞ、あ、嘘、今電波悪いか、申し訳ない、かわいい、もうみんなかわいいよ、かわいいやないけー言うてね、最高です。じゃあドリンクも来たんで改めて、たがーい、 What? あ、 OK OK No problemNo problem, I like. I like. タガーイ。サーミゲルアップルだと思ったらライトが来ました。めっちゃ手が震える。よいしょ。サラマップ。あ、違う、マサラップ。マサラップ。マリボックはスケベとかよりも変態とかマニアック、なるほどね、来月新宿お邪魔します、あ、マリボック、マリボック、マリボック、
Wow! なんかこの子たち接客を覚えたぞ。My listener say Pupunta ako next month. Pupunta ako next month. Yeah, yeah, yeah. Pupunta ako next month. Yeah, yeah, yeah. いいじゃないの。いいじゃないの。いいじゃないの。お客さん映すとこだった。Yeah. Yeah. Maybe many customers won't come here. Yeah. Many pretty girls. Yeah, many pretty girls. Yeah, no. Everyone. Everyone pretty girls. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ほ、11 11ほぼ全員いるわ。 11 single girls. Single. All single. All single. Oh, very good. How about you? You're single? I'm single. Oh. I'm single. I'm single. Baby. Baby. Really? Okay? Me okay?Okay, I'm your customer forever. I'm good customer forever you. かわいい。ちなみにレディースドリンクはいくらだっけな。Sorry, how much for ready drink? $280. 安い。580だから。いやいやいや、カスタマードリンク、110で280。いやいやいや、280。女の子のドリンクは280でも500円ぐらい。かわいい。この店はペーパーできないんですけど、他のお店が3時から昼、3pm から3am までやっていて、それ以外の時間だったら、一緒にペイバーではないけれどもご飯一緒に行ったりはできるみたい。何？シリコン？ナチュラル？ナチュラルなの？おい！ま時々やる変顔は何なのそれ。よいしょ。ナチュラルかシリコン。ナチュラル。ナチュラル。What size? チェコ系。チェコ系。チェコ系。リアリうわうわうわ最高や、うわ最高や。すいません。はあ、アゲイン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 ベリーグ。さすがに見せれない、さすがに見せれないですよ。それはめちゃめちゃ安いです。お姉さんたちみんなジャパン行きたいらしいね。 Everyone won't go Japan。 パタヤより、まあ確かにパタヤより安く飲めますね。お安く飲める、本当に安い。シモが旅行費出すからって、いや出せるもんなら出してやりたい。父はスーソスーソスーソ、あービッグはビッグビッグスーソー、フィリピンはマラティスーソー、マラティマラティマラティスーソー、マラティスーソー、見えない、すいません、見せれない。これはね、バン対象になるわ。さすがに僕が手出してるのを映したらね、バン対象になっちまうんだ。だからこの子のチェックしたいなら来るしかないわ、これは。
最強カスタマー何してるんだと。申し訳ない申し訳ない、こればっかりはしょうがない。要望があったから映してほしかったんだろうけど、要望があったからすいません。やはりカリピーとカリピーかロンペットの絡みが、見たかったです。でもシモさんも頑張ってるね。ありがとうございます。本当にやっぱね、仲間がいた方が OK。 女子同士で確認するの、確認してるところが見たいの。マニアックやね、マニアックやね。わかるよそれ。どこまで触った？ここら辺まで、ここら辺まで触った。こんな、うん、あの、ごめんなさい、結構いった。ごめんなさい、結構いった。上辺はいった。上辺をガシっていった。柔らかい方、くっそ柔らかかったです。ガンダガンダモーってなんだ。暗がりで見るとミッキー、わからなくもない。ビーチクの色チェックはできんのかな。さすがに無理じゃない。このお店繁盛しそうだな。ここめっちゃ楽しい。じゃあ隣の子も行かないとね。確かに行かないとね。確かに今から賛成です。公共の電波でハレンチラ間違いない。申し訳ない。めっちゃ楽しい。大きい小さい、大きいです。最高です。ここはね、マジで楽しい場所なんで、見に来てください。実際に来た方がめちゃめちゃ盛り上がると思うね。ナチュラルシリコン、ハニーちゃんはナチュラル、ナチュラルだ。ナチュラルわーお、ベリーグー。ナチュラル、No problem. Japanese, everyone love suso. Big or small, no problem. Oh my god. 素晴らしい。しかもベイビーちゃんめっちゃ気が使えて、この二人を映そうとすると一歩こっちに引いてくれるのがね、めっちゃ気遣いできていい子。ベリーグー。キャンディーちゃん好きな、おい、ダンス。Thank you. キャンディちゃん、リスナー性、あ、マイリスナー性、I love キャンディ。Congratulations. You wait here. You wait, my listener here.please wait here. Maybe this is not come this bar. Wow! Again. Very good. マイノリティだっていいじゃないか。好きなことには胸を張りましょう。誰が好きだっていいじゃないですか。
胸を張りましょう。誰かを好きになる、可愛いと思うことは恥ずかしいことじゃないんですから。最強のカスタマー、楽しいことをみんなに共有してくれる。やっぱね、カスタマー共有してこそですから。今少しドキッとしたね、ちょっとセクシーにね、胸元開けたから。言葉が通じなくても日本人の姉ちゃんと遊ぶより断然楽しい、間違いない。今少しドキッとした、最高やな。みんなダンスね、みんなダンス好き。 You like dancing? Everyone like dancing?Wow! Very good! 得意の席でお持ち帰りチャレンジお願いします。得意じゃないし。そこで日本語大丈夫、片言の英語でもいける。全然問題ない。僕でいけてるんで問題ないです。日本語はちょっと難しいですね。素晴らしい、なんて楽しそうなんだ、めっちゃ楽しそうです、楽しいです。ベトナム編の次がちょっと台湾挟んで、フィリピンです。画質洗いです。画質洗いに一回僕を映します。でもう一回外映せば治るかな。フィリピンは英語が通じるので楽で楽しいですね。そう、やっぱフィリピンの9割の人は、英語が喋れる、共通語としてね、教育されているらしいので、もちろん日本人なんかより全然喋れるんで、もう英語さえ喋ればコミュニケーションは問題ないです。シロトさん、いつも楽しく見てますよ。配信毎回楽しみです。ありがとうございます。B9 さん、一回遊ぶのに何人くらい女の子指名してますか。遊びたいんだったら、女の子と2人で遊びたいんだったら、普通にその子だけでも十分問題ないです。僕はね、配信一緒に映ってくれる子っていうことで、今3人の女の子一緒にいます。通信速度は今出てます。ちょっとたまに一瞬めっちゃ悪くなるけど、基本的には出てます。中学英語で通じるのが楽しい。いや、ほんとそう。こんばんは、下さん、そろそろ散髪企画ですね。聞いてます。はい、その動画上がるので楽しみにしていてください。あ、ベイビーちゃんは、あなたに会いたくて歌えるんだっけ。あなたに You can sing? Oh, I want to see Seiko, Seiko ちゃん。あなたに韓国の人たちはどうやって女の子予約してるんですか。韓国人オーナーの店が基本なんで、オーナーに直接予約してるのがめちゃめちゃいるらしいです。もっと配信、頻繁に配信上げて、カリパンエキス足らないから、しもくん素材溶かしすぎ。俺、まあ、素材ね、溶かしたことはある。あの時は本当にやらかしたけど、そんな頻繁には溶かしてないです。まあ、溶かしちゃいけないんですけどね、そもそも。うん？オッケー。じゃあ、お得意の。本当に、あ、いいね、ういー、かわいかわいすぎた、かわいすぎた。奥の子の猫ちゃんの被り物いいですね。そう、ベイビーちゃんのキャット、キャットイヤー。素材を溶かした下本さんを激詰めしたカリピーの再現、いつか披露してください。いや、もうね、肝が冷えるとかじゃないです。ヒデさん、またまたありがとうございます。 Very goodかわいい子、横顔もかわいいな、間違いない。
パチパチ、ありがとうございます。 Everyone say it's so good。
ちょっとここからコメントを遡らせていただきます。うまいよね、マジでうまい。ローマ字読みで歌えないのは分かります。おじさんに刺さる選曲間違いない。マジで歌うまいんだよな、みんな。そう、ローマ字読んで歌ってましたね。次回のアンヘはここも行きます。行ってください。ちょっとごめんなさい、お名前は割愛させていただきます。日本の歌歌ってます。こんな夜楽しいとやっぱね、帰れなくなるよね、マジで。毎回帰るのね、切ないもん。これは通いましょう。まあ中島みゆきやね、松田さんがもそりゃそうよね。フィリピンの歌うまい子本当に多い。他のお客さんね、いますよ。他のお客さんいらっしゃるけど、まあ映らないようにしてます、もちろん。今見えた真ん中のボブの子気になるな。どなたかな、誰だろう。ボブの子だからこの子かな。うん、ベグよいしょ。日本では考えないぐらい待機の女の子のリラックス。まあカメラ回す直線までダラーっとしてますけどね。最寄りのフィリピンパブ行きたくなる。いや行っちゃいましょう、そうなったら。この配信で日本人客増えそうです。いや増えてほしい。真ん中のピンバップを思い出すね。いやいいね、その子です、かわいい。あもう1時間半、2時間、まもなく2時間。じゃあそろそろおいとまさせていただこうかな、本当に。Maybe so many listener now, so maybe maybe many Japanese customer come here. Please say来てね。Very good。みんな来てね。Very good。素晴らしい。来月この店行きますね。いや行きましょう。行くしかない。湯島行かなくて、湯島行きましょう。湯島がそこで選択肢に出てくるの、僕は素晴らしいと思います。来月からアンヘルスに初めて行きます。おすすめのお店教えていただきたいです。ここ新宿。Very good。成田クラークでアンヘイゴーだね、間違いない。成田、いやただ成田クラークがないのよ。今行けるのって韓国のインチョン経由クラークか台湾経由クラークなんで、成田から来たいんだったら成田マニラバスクラークだね。え、セブパシフィック出したの、成田クラーク便。いつ、もうだ、もう出てる。うわそれ知らんかったわ、ちょっと損したかも俺。マニラからバスで来た。まあその旅もその旅で面白かったけど。ということでじゃあ最後、あで、まあもう出てるんだ、成田クラークあるんだ。うわ知らんかった。うわそのそれ動画にしたかったな。ゴーゴーバーだとおすすめのお店はどこですか。いやパタヤと同じようなやつを希望するんだったらローリポップ、それ以外だったら可愛いところだったらやっぱりスカイフォールとか、日本人のオーナーさんがやってるハイクオリティっていうところがボースだったらおすすめです。カンクラ直行便再開してほしい。それは間違いないですね、なくなっちゃったんですよね。女の子に分かりました。ナウシカ、ウマシカさん、本当に特別ですよ。プレイスエシンちゃん、あリスナーネームシンちゃん、シンちゃん来てね。特別だぞ本当にもう。コウさんかな、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ぜひねあの参考にしてみてください。うわー優しい、 Thank you Nice good lady very good lady だかーい。優しいね、もう優しいっすよ、マジで優しい。
絶対来ます。ありがとうございます。いや絶対来ましょうね。来た方がいいよここは。別に俺汗だくなわけじゃないです。ただ気使ってくれたんです。はい、OK。 かわいいね。猫ちゃん、ああ、かわゆ、かわゆすぎる。うわ、I know, I love this song, Greatest Showman, very good song, Rise of Star, yeah, very good movie, I like.いや、この選曲めんないえな。最高、最高。汗だけじゃなくて、そう、汗だけじゃなくて気使ってね、やってくれた。てか女の子がね、もう個人的にカラオケ楽しみたくて歌ってるのもだいぶあります。下さん引き続き頑張ってください。ありがとうございます。下さんいつも安定して楽しめます。ありがとうございます。谷間にドリンクを挟んで飲むことはできますか？それはちょっとご自分でお試しあれ。いや、どういう楽しみ方？こういうこと？わからんな。わからん、わからん。みんなムチムチで最高よね。優しくはマバイト。マバイト what's meaning? マバイト。ん？タイン。うん。優しい、優しいか。優しいはマバイトって言いましょう。お尻のラインが出ているコスチュームいいね、いいよね。シモのジャカルタもマジで行きたい。かわいい声。ベイビーちゃんかよ。ベイビーちゃんみんなかわいい。みんな好きだね、ベイビーちゃん。ここね、ベイビーないんすよ。新宿ノーハブ VIP ルーム、新宿ノーハブ VIP Nothing Only Open Spaceり状態で楽しすぎる。ただまあ多分だけど、次この新宿に来て日本人のお客さんと会ったらパンジャーさんでしょうね。あれパンジャーさんですか、パンジャーさんですかっていうやり取りできたら面白いと思う。現在286名の皆様に来ていただいてます。ありがとうございます。記念すべき100回目の配信です。皆さんぜひチャンネル登録高評価お願いします。オッケー。アザーリスナー、マサト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 、いや、リスナーネーム、マサト、来てねーって。ベリーグ、ベリーグ。マサト。ベリーグ。素晴らしいじゃない。こんなね。ありがとう。ありがとう。ベリーグー。ビライズスター。めっちゃいい歌やな。今日は誰をペイバーするの？ここね、ペイバーバーファインがないのでね。残念ながら。ベイビーちゃんかわいすぎ。アンヘのオフ会は新宿で聞いてるでしょ。これは間違いないね。ありがとう。どういたしまして。しんちゃんとマサトさんは絶対ここ来ないとですね。間違いない、間違いない。これはここに来ないとあかんということで、もう2時間経ったのか。じゃあそろそろおいとまさせていただきますか。 OK、 ラスト互い互い。今
の歌の名前なんだっけ。あーそれ You know Before song name Sky Before Now song Rewrite the Star Yeah yeah Rewrite the Star っていうやつです。あのグレイテストショーマンで、あの男の人と女の人がデュエットしてる曲なんですよ。あのロープのやつで。俺僕グレイテストショーマンめっちゃ好きで、好きな映画はベスト3に入るぐらいは好きですね、グレイテストショーマン。はい、ちょっと脱線しましたけど、久々にプーケットのナイトスポットを掘り下げてもらう機会は。プーケットはいかんかな、高いからな、観光客価格で。おすすめの GO!GO! はスカイフォールです。スカイフォール、スカイに FALL、 スカイフォール。グレイテストショーマンマジでいい映画、マジでいい映画、大好きです。サントラ買ったし、ということで、かわいいね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ファイティン？ファイティン。さあ、うわあ、たくやくさん、こんばんみ。最高かよ。僕が2杯飲んで、女の子たちが2ドリンク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 、みんなが2杯ずつか。それだけ飲んで1900ペソ、4000ペソで単純計算1万円だとすると5000円。こんだけ楽しんで5000円です。5000円です。おお、5000円です。おーい。はいね、お遊びもちょっとね、大概にしないといかんな。これそろそろバンされるな俺な。最後にが強くなったアラマ今か。韓国語ですよね、ファイティン。あ、そうなんだ。ファイティン。コリアン。ファイト。ファイト。ああ、普通のファイトか。イングリッシュな。これはとてもいい100回目記念です。いや、本当いい100回目記念になりました。ありがとうございます。手前の子は20。改めて、ベイビーちゃんが24。で、This year 25. No, this coming December. This year 24. で、25. で、23. Three, yeah. Wee, everyone so cute. カリパン加入していいな。いいでしょう。カリパンは楽しいよ。いいね。安い。見たら行きたくなる。行きましょう。安い。絶対行きましょう。なかなか優しいプライシング、いやもう間違いない。スパチャで賄えたらもう全然賄えました。お尻アップ、お尻アップ、プライスレス、谷間アップ。そういえば何歳まで付き合えるっていういつもの質問、
問い逃しちゃいましたかね。50歳 50 years old OK な new boyfriend OK 50 years old OK 60 years It doesn't matter. No limit, okay? Oh, very good. No limits. 50 years. 40. Baby Chan wa? 40. I'm 32. I'm 32, okay? Thank you.タイに比べると安いですね。いや、そう、タイ値上がりしちゃってるからね。YouTube ね。OK。YouTube は海外で進めるときはこれなんですよね。CHARI のアンダーバーの PAN のアンダーバーの3。This. ありがとう。カリパン3、カリパン生ライブ、ボリューム100おめでとうございます。次回のライブも楽しみにしています。皆さん総出演でよろしくです。ありがとうございます。ぜひね、次の配信も楽しみにしていてください。ということで、あげるあーはーい We love you guys. Okay, let's go. We love you guys. We love you guys. In camera. Friend? Yeah. Okay. We sit here in Shinjuku bar. Let's go.Video na siya, ano kung ano siya kwarta. Gafu. Arigato. Salamat po. You're so cute. Salamat po. Gafu. Pogi. Really? Thank you.ツイッターフォロー完了しました。ありがとうございます。あ、じゃあ最後に改めて、カリスマチンパンジーこれで、今回で100回目の配信となっております。ぜひね、皆さんチャンネル登録、高評価、そしてツイッターとインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そして皆さんからのチップもいただいたんで、チェンジマネー OK? チェンジマネー。なんだかすっきりした顔してるね。ありがとうございます。そういえばまだカリパンさんでカリパンステッカー巻いていってるんですか？巻いてますよ。お会いしてきた方にはね、どんどん配ってます。久々に始める。いや今井さんこんにちは。お疲れ様です。しもお疲れ様でした。女の子たちも可愛くてめっちゃ楽しかったです。次回のライブも楽しみにしてますね。ありがとうございます。高評価をしました。ありがとうございます。しもさんかっこいい。ありがとうございます。チャンネル登録 OK。 ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。YSKM さん、ありがとうございます。お疲れ様でした。通年始まってます。了解です。いいお尻ライブ初参加が100回で嬉しいです。ありがとうございます。これからもね、ぜひカリッパの配信見ていただければと思います。そしてね、できればもうたくさん、早いうちに5万人とかいければいいなと思ってますので、皆さん、どんどんね、友達、東南アジア次の仲間に拡散していただければと思いますので、よろしくお願いします。初参加楽しかったです。ありがとうございます。楽しんでいただけて何よりです。お疲れ様でした。キャンディーちゃん、ナイスヒップ。ね。かわいい。東京府会ぜひご検討ください。いや、やりたいっすよ、マジで。やりたい。やりたい。やりたい。But no, you maybe you sing no good. No, no, no sing. やりたい。
ベイビー、ベイビーはやりたい？うん、やりたい？違う意味で反応したね、この子はね。さあ、カディーにしました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ここから動画撮影と頭が下がります。いや、全然もう楽しいのでもね。全然いいです。ベイビーちゃんの見せる変化可愛いよね、マジで。わかります。まだかな。Thank you。よいしょ。ではさすがにね、あのこれは本当に僕の気持ちです。こんだけ映ってもらって何もないわけにはいかないから。もう100ずつだけどね。チップやで。サラマッポまあ 100しか渡せんから申し訳ないけど、ヒップダンスかわいいね、マジで。しもさん、ベイビーちゃんのテイクアウトしたいけど、ここはそういうことができない、残念。ミノル君素晴らしい、ありがとうございます。よいしょ。マジで目離した瞬間、携帯から目離したら何かやってる、マジで。カスタマーの鏡ありがとうございます。翔さんお疲れ様、ありがとうございます。100谷間に入れりゃよかったね、確かにそれは間違いない。ベイビーちゃんインスタ、 You have an Instagram？ あー知りたいな。 OK later please tell me your Instagram。 あ？Follow me。 Please send message your Instagram。 OK thank you。カメラ OK? Maybe many customer check your Instagram. Okay? Really? Really? If you...No, 大丈夫。Thank you. Honey ちゃんは No how? No good は OK よ。じゃあ、ベイビーちゃんのインスタがジェシカ・ハース。スクリーンショットのビビーボイス。今スクショタイムですよ。で、下がキャンディちゃん。キャンディちゃんインスタグラム。This can be. OK。ぜひね、皆さんチェックしてみてください。カリパのね、インスタも見てください。ということで、Thank you! バイバイ！ありがとう。ありがとうございます。少々お待ちください。ちょっとあげる
talaga sa atin. Hi! Bye-bye! Bye! Arigato! Gozaimasu! Bye. 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 Let's go in Japan, Tokyo. Bye. Bye. Arigato. 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 Thank you so much. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you. Bye bye. Arigato. Thank you. よいしょ、はい、ってことで行ってきました。あ、楽しすぎた。あ、楽しすぎた。なんだなんだこれは。あ、楽しすぎたぞ。こんなんでええのか、マジで。ちょっとコメント遡ります。お疲れ様でした。さらばっぽー、ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。聞いてくれてありがとうございます。いや、ぜひね、皆さん行ってみてください。次の配信も楽しみにしてます。ありがとうございます。女の子の数すごい。今日11人いたみたいですね。今日こそはテキーラ、ボディショットしたのかな。テキーラ、テキーラボディショットはしてない。テキーラ飲ませてない。終わり。今日はね、さすがに終わります。はい、楽しんでいただけたようで何よりです。地上フィリピン行きたくなった。フィリピンマジおすすめ。可愛い子もおるし、マジでね。あの、ただまあ一個だけ何回も言うけど、ゴーゴーバーをパタヤと同じと思わないこと、これだけはね大事です。はい、ということで、皆さん本日はねお越しくださいまして、100回目の配信お越しくださいましてありがとうございました。これからどん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 カルパンもね、まあできる限り大きくなってたら嬉しいし、できるようにねしていきたいなと思ってますし、次は5万人、目指して、そしたらやっぱり10万人も行きたくなってみたいなね、どん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 欲が出てくるんですけれども、まあ伸ばすことよりも、まあもちろんね伸ばすことは大事にしていきたいんですけれども、みんなとこうやって一緒に楽しめるような、そういうな、そういうチャンネルを、作っていけたらいいなと思っておりますのでね、皆さんどうぞ今後もねカリパンの、応援とか活動を見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。あ、そう、ぜひカリパンをね、海外で見かける機会絶対あると思うんで、その時はね気軽に声かけていただければと思いますので、よろしくお願いします。フィリピンの新宿も最高、マジ最高っす。ジェシカ・ハスティーベイビー、あ、違う、ジェシカ・ハスでいいんですよ、ハスまで。で、それのインスタの名前が、それが、そのインスタがベイビーだよって名前をつけてくれたっていうことっすね。おつでしもありがとう。いや、こちらこそ見てくださってありがとうございます。ごいさん、お疲れちゃん、ありがとうございます。お疲れ様でした。また伺います。ありがとうございます。ジャパンさん、お疲れ様です。ありがとうございます。しもさんと一緒に行ってみたいっていうと、ね、ありがとうございます。もう行きましょう。ぜひね、見かけたら声かけてください。またライブ楽しみにしてます。オークさん、ありがとうございます。マックさん、ありがとうございました。楽しませていただきました。ありがとうございます。昔みたいにコラボとか考えてないですか。まあコラボもね、そんなにがっつりしてないよね。多分コラボ、コラボらしいコラボなんて多分カリパンしてないんじゃないかなと思います。まあ本当に女の子たちと一緒にとかはあるけどね、出演してもらったりとか。今日も楽しかったです。ありがとうございます。生配信いいね、ありがとうございます。そう言っていただけて何よりです。なので、ね、先ほども言いましたけど、これもね楽しい情報を皆さんとね、一緒に、皆さんと一緒に、もちろん僕から出せる情報はねもちろん調べてお届けもしていきますし、皆さんからねいただける情報がありましたら、あのいただけますとやっぱり嬉しいのでね、みんなで、東南アジアとか海外盛り上げていけたらなと思いますので、よろしく、今後ともねカリスマ出版でよろしくお願いします。はい、ということで、もうホテルに戻る感じですかね。さすがに戻るかなっていう感じですね。一旦ちょっと落ち着こうか。いや、このままで勢い次行っちゃおうかな。ちょっとね考え中です。カリパのせいで海外旅行はまりお金が死ぬほど溶けていってます。まあね、そこはまあ自己責任で、すいません、そこばっかりは。更新楽しみにしています。ありがとうございます。
はい、ということで、改めてにはなりますけれども、本日は改めて、改めてにはなりますけれども、配信お越しくださいましてありがとうございました。またね、次回の配信で、お会いできたらいいなと思いますので、今日の配信はここら辺で終わりとさせていただきます。本日本当にお越しくださいましてありがとうございました。101回目以降の配信もね、皆さん楽しみにしていてくださいということで、本日はこの辺でバイバイと言いながらコメント読ませていただきます。英語喋れないときつい。英語はね英語はあの片言で全然いい。中学生の英語で本当に問題ないです。タイ最高でした。タイにもまた戻りたい。初期の頃 TJ チャンネルとしてたやん。してたっけ？ TJ さんとコラボはしてないんじゃないか。多分 TJ さんの動画にも出てないし、お名前出したことがあるかなぐらいかな。 あと焼肉 TJ さんが勧めてるトンローの原風館には行った。あの TJ さんのサイン入りの T シャツ持って、それは行った。あとはミノルくんさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ゴイさん、拍手ありがとうございます。お疲れ様でした。後でアーカイブ見ますので、ぜひ見てください。配信頑張ってください。ありがとうございます。ということで、本日もね、改めてです。ベトナム編、また新しいのお願いします。もう少しでね、ベトナム編も終わって台湾入って、フィリピン入っていきますのでね、楽しみにしていてください。女の子のキス、羨ましいぞ。やっぱね、それが味わえるのが東南アジアです。いや、海外です。ということで、改めてにはなりますが、配信をお越しくださいましてありがとうございました。本日お送りしたのはカリスマチンパンジーのシモです。バイバイ。今井さん、お疲れ様、ありがとうございます。カジノだ。朝飯はジパングで。ちょっとまだね、僕お伺いしたことないんですよね。いろいろ情報をお聞きしてるんですけど、こんな感じかな。それでは改めてバイバイ。